はい、急に始まった。なんか僕はね、任天堂が許せないんです。お、急にどうした？おう、急にどうした？というわけで、僕らの人生を狂わす任天堂っていうのをやるんですね、今日は。やります、今日は。みんなさ、任天堂で今まで何万時間遊びましたか？3万時間。結構遊んでんな。スマブラからマリオからね、うん、星のカービィ、スーデラ、うん、ポケモン金銀めっちゃやったじゃん、うん、でさ、うん、任天堂ってさ、スマブラ新しいキャラ出てするとさ、うん、あーいいよね、あれ外人気絶しちゃうじゃん。あーいいよね、あれ本当に許せない。なんでだよ、めっちゃ喜んでんね、あれ。そんな任天堂、今世界の任天堂なんて言われてるけども、うん、昔何の企業だったか知ってますか？カステラ。何を作ってた？カステラじゃない、文明堂。花札です。あー、へー、ゲーム。もともと花札の会社なんです。へー、そうなんです。ポケモンカードとかね、カードの質がいいなって言われてるんですよ、うん、あー、これをもう世界のね、任天堂に仕立てた男がいました。お、それは誰か。山内宏。山内宏。で、見てこの、やばいでしょ。性格はね、うん、超強烈なカリスマ性があって、うん、天才的な飽きないの才がありました、うん、超ワンマン経営。そういうのがやっぱ一番いいから言われてる。一番いいのかい。この人別名組長なんて言われてるぐらいね、悪い顔してるわけですよ。でまずこの飽きないの才、どんな才能があったら、うん、それまでゲームってインベーダーゲームとかさ、内蔵されてるのをいっぱい売ってたわけだけど、任天堂からなんだよ、このソフトを挿してくださいみたいな。あ、そうなんだ。そう、へー、こういう活かしたゲーム機作ったから、ソフトをみんな作ってね、だからライセンス料払ってねみたいな。あー、なるほど、なるほど。それによって本体を超安く作れるみたいな、あー、風なシステムにしたのがこの山内宏ですよ。へえ。それを考え出した。で、ワンマン経営っていうか、どんな王者感だったかっていうと、うん、こんな言葉があります。市場調査、そんなことしてどうするんですか。任天堂が市場を作り出すんですよ。調査する必要などどうにもないでしょう、つってね。いや、俺もう今感動しかしてない。見て、組長いるね。組長、何の違和感もないトレージに。あ、そうなの。あ、それ本当に違うんだ。これ山内宏です。あ、そうなんだ。そして、まあ、どんな性格だったかっていうと、ゲームやんないんですよ、この人。あら、任天堂の社長なのに。なんだけど、この人の一番の才能っていうのがあるんですよ、うん、その才能とは天才を見つける才能なんです。おお。で、任天堂ってまあ天下の任天堂だから、うん、超天才たくさんいるんだけど、うん、その中でもこの3人がね、伝説の任天堂社員って言われてる人たちなんですよ。うん、まずこの人、横井軍平。なんでゲームボーイを作った男なんだけど、うん、隠れた才能を発見したのも、ね、山内宏なんです。どういうこと？この人ね、最初にね、任天堂入ってきたの、まだ本当にボロボロのね、任天堂に入ってきたんだけど、うん、まあ、つまんなかったなって、機械の点検とかさせられて、うん、超つまんねえと思った時に、うん、遊びでなんかこういうおもちゃを作ってたんだって、うん、ラブテスターってやつね、これ男女がこう繋いで電気みたいなの流れて、うん、相性をチェックするみたいな、うん、なんかそういうのって遊びで作ってたら、うん、山内に呼び出されて、うん、お前天才やれ、ゲーム作れ。そんな声なのか。その写真のイメージがすげえわ。こういうなんかコミュニケーションするゲーム作るのがすごい得意な人っていうのをちょっとどうやら見抜いたっぽい、山内宏が作らせたのが通信ケーブルを持ったゲームボーイですよ。これも爆売れしたわけ、うん、まあ、ポケモンとかの影響で、うんうん、それでまあ世界1億台以上の大ヒットしたと、うん、じゃあ次、はい、宮本茂ですよ。後にマリオとかゼルダ、ドンキーシリーズ、マジ作った男、それ一人なの？この人です。すごっ。宮本茂って人、最初で任天堂入ってきてデザイナー志望だったこの人。もう山内宏が天才ゲーム作れってだよつってデザイナー志望です。それ天才よ、天才、お前ゲーム作れ。社内の人全員反対するんだって。いや、いやいや、おかしいですよ、デザイナーですよ、おかしいですって言うんだけど、いやもう俺が言ったら間違いねえ、お前の好きに作れっつって、もう好きに作らせんの、うん、そういう人なんですよ。その結果、どうなったか、ゲーム界にスピルバーグと言われてる。すごい。そう、マイケル・ジャクソンって言われてるし、ゲームズのファンでって言ってるし、ポール・マッカートニーの自宅にね、宿泊してる。ディズニーのクリエイターも、もう彼と同じレベルで肩を並べられるゲームクリエイター存在しないっつって、もトップ・オブ・ザ・トップなの。そしてこの人ね、超天才プログラマーって、もう海外からもうすげえやつ日本にいんなって高校生の頃から思われてたぐらい超天才プログラマーだったんだけど、そう、春研究所ってとこに行って、このマーク見たことない？ある。あの、スマブラとかで行ってたんですよ。倒産寸前になっちゃったんで、一回ピンチで。うん。
うん、でその時に山内宏が、うん、俺が金出すから社長やれっつって、うん、お前が社長やれっつってこうプログラマーに社長やれっつったんだって、うん、いきなりでしょうがないから社長になったと。その人が後の任天堂の社長になったんですよ。で天才的な経営手腕をしたんだって、うん、だからもうプログラマーでも天才だし社長としても超天才だったんだって、うん、でこの人はそのプレステに曲げてちょっと任天堂がピンチの時に任天堂を、まあ、Wii とか 2DS とか作って作ったらしいんですよ、うん、で幅広い世代で遊べるゲームっていうのを大事にして作ってたと、うん、っていう3人を発掘しましたと、うん、結構ね運とか勘とかに頼ったりする人なんですよ山内宏っていう人は、うん、それはなぜかっていうと、まあ、その任天堂っていう社名が、まあ、その運を天に任せるみたいなね、ところからも来てるようにそういう勘とか運をすごい重視する人だったって、すごい任侠堂人共同じゃないよヤクザの会社みたいになってるからマジでということで、あの任天堂様本当にありがとうございますと許せない、終わりだよでも許せないんだよね本田さんは任天堂許せない、本当に僕らの時間を奪ってどんだけ遊んでどんだけ友達できたってなってんのっていう、ちょっと分かんなかったな全然分かんなかったな最後までどんだけ友達できたと思ってんのってどんだけ任天堂で友達できたと思ってんのっていう話、あはい、ということでどうでしたか任天堂、すごいでしょ、うん、どうですか矢崎くん社長として、ああ見習うとこあるんじゃないのやっぱり、いや同じような感じやってるからえあの一人とか関西人ってだけで起用したから関西人関西人だから面白いっつって、そう、はい、じゃあ池田さん平成どんな時代でしたか、任天堂ホンダが一番好きな会社だった浅すぎでしょいけな、許すなって言ってるけど、うん、愛しか伝わってこなかったね、愛しか伝わってこなかった、うん、それでいい、うん、チャンネル登録よろしくお願いします、本田今日の任天堂あるある、はい、スマブラ初めての友達とやるときに惑星ゼーベスになったときに、あ、ちょっとここはなしで行きますよねって言いがち初めて別に、あ、おい